えーっとね、他人なんとかくんをゲストに、あちょっと見合いに行かされた件について話していこうと思います。他人なんとかくん、この件について興味ありますか大変ありますね。でも、エルデンリングやりながら聞いてるんだよね、いねこいつ。なんというか。えー、ちなみにね、あの、両家のお嬢さんがちょっとまだ結婚されてないということで、どうですかって言われて、俺聞きながらさ、 両家のお嬢さんじゃなくて両家の行き遅れじゃないんすかとか思いながらねうんねえ綺麗な方なんですよとか言われてねうんその条件で行ってないってなんかあるよねって思ったんだけど他人なんとかくん何があったと思うえー、性格の不一致はまあありきたりだしま,あまずね、えー、まずなぜかねあの当人同士が来るはずなのに向こうのお父さんお母さんが来ててえ <laughs> うん、で、なんかおかしいな、とか思って。で、俺がね、話してたわけよ。で、そしたらさ、あのー、何俺の収入を直接聞くわけじゃないんだけど、ご商売はどうなんですかとか言うわけよ。で、俺が言ったわけね。あのー、うち、あのー、儲かってなくても大丈夫ですよ、って。どういうことかわかる まあ、不労所得の方が多いから本来そっちで、えー、十分食っていけるんだけど世間体があるから一応働いてる体を取ってるだけっすみたいなで比較的楽な仕事を選んでるだけっすみたいなことずっと語ってたわけよ不労所得があるとか言いながら<ー>どう、はい、<laughs> でこれ聞いてね面白かったのがね娘の方はピンときてなかったのよ<ー>で他の人たちみんな知らなかったらしくてうんってなったの えってでどれぐらいあるんですかとか言ってねうんまあまあまああ,あれと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 みたいな感じで言ってたらあわってなっていやまあ,あのだから、えー、しあの商売の方はあの真のこもった真実の商売をしてるんですみたいな感じで言ってたの稼がなくていいんでっつってで稼がなくていいからなんか稼げたりする時もあってちょっとねとか言ってで えっっと何だったかなそうそうそうそれでねあのー、ピンと来てないのがう俺バカだなこの女はって思ったのがまず何かわかる何がバカだなって思ったかわかるこれがピンとこないということに対して俺の喋り方不労所得という言い方でえー、っと俺法学出てるから法律詳しいでしょ で喋ってる途中でさ「あの帳簿とか見たから」って最近、うん、ようやくうちのやつが引っ張り出してきて見せてくれたからってだからあの経営状態がねどれだけ安全かっていうのが分かってるとであの何流動資産も結構あってで固定資産ばっかりだと思ってたけど結構安全なんだなってことになったみたいなのがペラペラ喋ってたの俺がでそれ聞いた向こうはね、えー、っと経営者なんよお父さんが。 で、お母さんも経営にちょっと手伝ってるみたいだから、俺が喋ってるの聞いてたらね、あ、なるほど、これはしっかりしてるなって感じになったんよ。まあ、そうじゃね。どういうことかわかる法律は明るい、経理にも明るい、経済も明,経も明るい、経営もわかってる。で、塾で子供相手に仕事やってるから、その、なんだろう、うえっ、ー、と、何人材管理もできるみたいな。うん,う,んうん。わかるでしょ 要するにあのー、別にこいつそこじゃなくてもまあ他のことやってもうまくいくんじゃねみたいな顔し出したんよお父さんとかあどこ行ってもね恥ずかしくないよねで俺が喋れば喋るほど喋りがうめえからもう爆笑爆笑爆笑ってわ、うん、かる俺が例えばさ俺なんか聞かれそうなことちょっと言ってみてなんでもああいう場所でパッと思いついたこといいからなんかない将来の 10年後の展望どううーんうちの親父が死んでて遺産が入ってくるかもしれないですねってそん時 <laughs> <ど>贅沢しましょうよってそしたらそんなそんなにうーんそんな早くは行かれないんじゃないんですかって言うから「そうなんですよねそこは悩みどころなんですよ」とか言ってまた爆笑いやーおもろいなうん他にも何か聞いてみて かかなないいいいでもよ休日はひたすら太らないようにダイエットのため山登ってますと自転車であのー、金はあるんですけど金で買えるものは興味ないんですよ体は金じゃ買えないんだから自分で鍛えるしかないとだから必死こいて山登ってますと 美味しいもん食いながらってかるこのおいしいもの食いながらっていうのがポイントでしまなみ海道行ってきたことも喋ってしまなみ海道の道の駅のたびにアイスとジェラートを食って走ってジェラート食って美味しかったですとか言ってまあそういうことを言うたびに爆笑うんでそれでねまあお父さんとお母さんは相当気に入ったらしくてもうこれは決まりだなって顔してたの で面白かったことねそのお父さんとお母さんがいなくなる時にお父さんのがいきなり名刺渡してきてでお菓子も渡してきたよ今日のお土産ですっつってでうーんなんかこれ断れない雰囲気なのかな困ったなって感じになったの俺まあそうじゃね俺がこんなこと言うってことはどういうことかわかるうん相手のお役さんいい感じってことじゃない。あとはあの本人の話が出てないじゃんああ う,ね、うんどういうことかわかる、ね、俺が「うん」って言ってる理由はあ,つないあれお前大事なとこを見逃してるよ<え>女を選ぶときに一番大事なところは何あはいはい。<laughs> <laughs> ま,あまあまあまあ、ルックスはね、あのー、好みか好みじゃないかって言われたら、好みじゃない方なんだけど、ただ点をつけると、60点はあるかなって人なんよ。うん、だから、60点を俺がつけるってことはそうないから、まあ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 なんよ。うんうん、で、俺が、で、それでうんって言ってる理由ってなんかわかるまあ話ついていけてないっていうのと、 なんかね暗かったんよ雰囲気がうんでいろいろ話聞いてて二人きりになって「好きなことなんですか?」って言うからなんかね「えっ、ー、となんか劇を見に行く」とか言い出して「劇,劇,うん、劇見に行く」って言ってなんか漫画原作の劇見に行くって言ってたから「はあはあはあで俺その漫画を全部持ってますよ」とか言って「大好きですよ」って言ったんよそしたら「漫画は見てません」っていう。 待てや俺さこれ聞いてちょっとうんって思ったんよで次にあの「音楽どんなの聴くんですか?」っつったら「エグザイルって言うんよ古いなで「ドラマどんなの見るんですか?」って言うからドラマとか映画韓国ドラマが好きって言うんよで俺これ聞いてピンときたんよなん<わ>かわかる、うん、韓国ドラマエグザイルえっ、ー、と漫画原作の劇 まあ、漫画原作の劇って多分一番わかると思うんだけど、漫画原作の劇って何て言われてるか知ってる世間で。また推しの子で。わかんない。あのね、2.5次元って言われてんのよ。あー言う、ね、よくそうそう。だからね、あの俳優になりきれないイケメンの顔がいいだけの中途半端な連中がそこで集められて劇をするんよ。で、EXILE で韓流ドラマって言ったら、わ、まあ、これあれやんって。 分かった何か正体ドルオタあー、はい、そうドルオタをこじらせてあのー、結婚できなかったパターンで俺これ聞いてうわっと思ってうーんドルオタでさ許されるルックスレベルって何点か分かる俺にとってええ8時ぐらいうん綾瀬はるかぐらいかな 100じゃハハハあじゃあちょっと下げようか橋本環奈ぐらいかな120いったよあれじゃあ吉岡里帆うんまあ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 うんまあでも俺が結構ひいきしてる結城葵ちゃんだってつってもあの子2次元と3次元は区別できてるからねきちんと。 まあ、だそうでしょだってオタク風にはしゃいで見せてるけどあれオタゲやってるだけよ多分うん、うん、そう見せる自分が愛されるってこと分かってやってんのよあれあれもうロールせえんね,ねうんロールまあ結構本心出してるとこもあるけどね見てたら、ね、だけどうんだけどさ言っちゃ悪いんだけどさあの初対面の男にさ 好きななものなんですかって韓流ドラマとエグザイルとあの漫画原作の劇ですっていうのってさ男がさ女にさ、えー「好きな映像作品何ですか?」って言われてなんて言うのと相当すると思うえプリキュアえっとさまあプリキュアもいいけどさちょっと俺やってあげるよ「あの好きな映像作品何ですか?」って聞いてみて好きな映像作品ってありますうん「河北綾香の AV のデビューものとかですかね」 わかるこのレベルよどう思う俺聞いてドン引きしたもん。え、こ、これ言ってどう思われるかも分かってないぐらい社会常識ないんすかみたいな。やばいなや。やばいだろ俺、マジで、こいつ頭詰んでんのかなと思ったもん。しかも真顔で言うわけよ。で、今思えばさ、 俺あのお父さんがいきなり現れてであれだけ丁寧に頭下げてってお母さんの方がもうねずっと喜んでてで俺ってさ特徴としてさああいう何婚活市場に出てくる女で特にああいう梁家のお見合いとか使うような人たちの女の特徴って何かわかるまあ何かしら何うかあるのかまあそれもあるんだけどコミュ障 コミュ障とか,かアスペルガーとかボーダーとか ADHD とか何かしらねコミュ障ないし病気持ってんのようん、うんうん、こじらせてんのよで俺の特徴って何かわかる俺がああいう市場で弱点になりうるものってコミュ障とかそれコミュ力コミュ力が高すぎて相手が引くんだよねっていう だって冷静に考えてみる俺さ YouTube やりだして2年ぐらい経つのも喋りが2年の間にめちゃくちゃうまくなってるでしょ <laughs>、うん、めちゃくちゃうまくなってるし早くなってるしで人がどうやったらね笑うかっていうのもだいぶねもともと読めてたんだけど最近もう特に読んでしゃべるでしょ、うん、そうなってくると多分ね相手がねもう引くんだろうねうん くそう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 ,そう、ね、俺もねあのこのねローテンションなあのコミュ障の、えー、しかもちょっと頭のおかしい気もいい女合わせるのつらいっすわとか思ったの途中から,からでそあのね合わせてもいいレベルのルックスってどのレベルかわかるえー、まさかそれこそ綾瀬はるかとかあやせ綾瀬はるかでもつらいわ あのねマジでねそのレベルの女でね結城葵ちゃんが出てきたとしても俺はねあのー、殴ってると思う殴ってるうんうざくてあなるほどなもう暇とか思ってねあっとか言っていやーでさっきね多分これ聞いてる人たち思ってるわけよあのー、この状態で コミ力のある俺が婚活市場でなぜ敗北を続けるのか多分みんな思ってるのコミ力があるのに敗北し続けるのおかしくないっすかっておかしいでしょああだから失敗し続けてるのなんでかわかる一番最初に戻った方が早いんよ俺自身が赴いてるわけじゃなくてあのー、両家のお嬢さんどうですかって言われる立場じゃん まあねでつまり誘われて言ってんのようん、うん、で俺は嫌だから嫌だな嫌だなとか言いながらうちの彼とかが勝手にオッケーすんのよはいはいうんあ、うんいつまでも結婚しないでとか言われて、うん、でなんで俺がねこんなねのんびり構えてるかわかるいつでもいける時なうんいやうちの親父が死んだらもう勝ちゲーなんとかってボーナスステージ始まるじゃんとか思ってまさかね うんまあまあ、1にそれでしょ。うん、うん、2にね、あのー、このお見合いというシステムで行った場合、同程度の条件を揃えてくるわけよ。ああで、俺、行ってなかった何か。俺ってこうじゃんって。まずさ、俺ってね、ステルス金持ちなんよ。金持ちをステルスしてるでしょ。うん それから、えー、と能力もステルスしてるでしょうしてるな。ね経歴肩書き学歴その他。でさら、ね、に言うとあの俺ってそもそもが自分の何能力とか性質とかをわざわざジャミングする性質があるのよ。うんまうん、いいでよね、うん、ほんまに。あれんでかわかるなんでそんなことをわざわざするのかステルスを、まあ。絡まれたくないとか。 うんとね、簡単に言うとね、油断させた方が仕留めやすいから。黙っとる本当うん？いやだってさ、俺が弱者だと思って相手が来るとさ、相手が油断してくるじゃん。あ、例えばさ、あの初対面の人とこういうチャットとかしてる時さ、なんか相手がベラ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 しゃべるわけよ。ご講説させていただきますね。で、俺がスパーンと切り返すわけよ。そしたら相手がうんってなるわけよ。 で、大体のやつがね乱暴なこと雑なこととか油断しなわけなんだけど俺はね次にねこれであれだよこれだよあれはいはいそれ全部知ってますよって感じで喋るわけよ、うん、でそこまでは普段はしないんだけどうんそれができるように普段からステルスしてんのよ俺ああだって面白くねまあそね そんな感じでねあの今回ねお見合いに行かされた件について他人なんとかトんンと語ってみたんですが何か質問とかございますか何か聞きたいことまあ他にえっ正味結婚できると思う自分が俺お,<れ>お見合いとかで俺俺お,お,お見合いはね考えてないよああもうないだって考えてみなんでさわざわざさそのステルスされた俺の能力と合わせたブスでバカな豊島をよ よこすんだよ今日<あ>お前、ね、でしょステルスされてるでしょ俺のわざとしてんのよでそれに合わせてきてんのよみんなまあお見合いはねそう,ようんで俺バカじゃねえのとか思ってんのよで行くたんびにさ相手がスペック違うからさ相手がもうなんかビビってね断ってくんのよいやそれもあのステルスするのがじゃん単純にえー、でもさステルスしないと楽しくないじゃん黙って <laughs> 楽楽ししいいいいいいななんじゃだややや例えばねうんあれがねマッチングアプリとか使うといいんだろうなと思うんだけど俺ああ<ー>あのだけどね俺はね面倒くさいんよだろうねあの申し込みがあって会いに行ってでどうこうしてどうこうして時間がもったいなくねそれ。 そんな時間があるんだったらさ山登りたいじゃん自転車でわかるでしょそうすることによって体脂肪率が落ちて筋肉が育てられておいしいもの食えてで家帰って熟睡できてお酒もうまいしそれが何でさあのバカな女に会うために行かなきゃいけないの でしょでね、俺がね、これ多分心理つくんだけど、決定的な心理。多分お前これ聞いて納得すると思うんだけど、納得したら納得したと言ってくれ <Okay. S 1> 言ってくれよ。うん、例えばね、うーん、結お葵ちゃん今31じゃん。うん、でね、俺が見た感じね、綺麗な女の人ってだいたいね、30過ぎてからの5年間が一番綺麗なんだよね。色気的なうん、もう加えて、あとね、 30過ぎたら自分で何かを節制してないとね保てないわけよあそこでね頑張ってる姿勢っていうのも出てきてでそれが顔表情とかに出てくるし体型にも出てくるわけようん、うん、と同時に適度に体型が崩れてるからその女性らしさっていう上も出てくるわけよはい、はい、だから一番なんかねこう女性らしい美しさが出てくるのは30代前半が。 で、俺がこのちょっと豊島の30代を褒めちぎってるのってどう思う違和感あるでしょうん、あるうん、この後に落とすためだもん。何が言いたいかわかるか俺が何が言いたいか。まあ、ってことは努力してなかったら。違う、違う。30代前半は一番美しくなれる可能性があるの、ね、女性にとって。そうかな。ということは、30代後半以降はどういうことよ 違いも、ただのババアついたいんだよ。わかる例えば、ゆうきあおちゃんが、あのー、今ゲットしたとして、賞味期限4年ってことよ。うん。賞味期限4年じゃあ、4年後何になるのす。廃棄。言うな。廃棄。やめろお前。 いや俺ねいろんな女の人見ててずーっと見てて綾瀬はるか今367でしょああそんぐらいだっけもう,いもうきつくなってるでしょまあ賞味そうよねでしょで、ね、2年前ぐらいまですごい綺麗だったでしょあの人確かそんな記憶がある他にもね誰かいたかなそういう感じの年齢の人あれあれ楽器楽器今一番綺麗でしょ うん楽器20代10代の頃より今が一番綺麗なの可愛いいかどうかは別なんだけど可愛いだったら10代20代なんよでも綺麗なのは、うん、今なんよでもと、ね、あと言いたいこと分かるでしょ、うん、えっと言いたいこと分かったそれ聞いてどう思いました納得いきましたか納得いったんだ いやーこれはね、まあ、納得するしかないよね。納得するしかなないいよやということであの綺麗なオチができたということで第1回目「えー、他人なんとかくん」と語る見合いに生かされた件と女性観を語ってみました。じゃあ失礼します。